はい、皆さんこんにちは。 Google 認定教育者のゆうぼです。今はシンガポールで教師をしています。また YouTube では Google を学校でどう使うかについてやシンガポールについて発信しています。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日のテーマは Google フォームスでテンプレートを作る方法です。これ意外と使われてないみたいなのでぜひ使ってください。で、どんな人におすすめなのかっていうと、毎回同じ作業してるなとか、もうちょっと簡単にできないかなと思っている人におすすめです。というのもメリットを言うと単純に時短です。同じ作業をするのをもうそれはパソコンにやらせようっていうことです。で、パソコンに働かせることで自分の時間を作り出します。で、もちろん自分の時間って言ったら学校での時間になりますので、その余った時間で教材研究をしたりとか、先生方と相談したりとか、いろいろなコミュニケーションを取ったりとか、そういうのがありますよね。で、パソコンができる仕事はパソコンにやらせる。で、僕たちにしかできないことは僕たちがやるってやって、ちゃんと区切りをつけて仕事を行うことで自分たちも効率よく生産的に働くことができると思います。もちろん全部が全部ではないんですけど、パソコンにできるとこはもう任せちゃいましょう。それからもう一個メリットなんですけど、ミスが減ります。っていうのも、必要な質問を自分でポチポチ作っていると、やっぱり人がやる作業だからミスすることあるんですよ。あの設定し忘れたとか、うわあの部分入れ忘れたとか絶対起きるんですよ。でもテンプレート作っちゃえばもうすでにできてるので、僕たちがそこ心配する必要ないんですよ。もちろん多少の修正はあると思いますよ。これに関しての、フォームスだからこの質問いらねえなとか、そういうの絶対あるんですよ。まあ、そこら辺の調整はするとして、ただ一般的に大枠これ絶対必要だよねとか、ここちゃんと設定しといた方がいいよねとか、そういうのはもう全部自動的にテンプレートを登録しておけば簡単にできますので、ぜひテンプレート使ってみてください。で、今回のこの動画ではもちろん、テンプレートの登録の仕方もあるんですけど、それ以前にこういうものをテンプレートにしたらいいんじゃないですかっていう、まあ、あくまで僕の場合の例なんですけど、そちらも、提示させていただきます。参考になれば嬉しいです。ということで実際の動きを見ていきましょう。どうぞ。それでは Google フォームスを、まずは作成してテンプレートになるものを作って、その後にテンプレートとして設定する、その作業について見ていきましょう。テンプレートの方はコピーできるようにしておきますので、もしよかったらご利用ください。なのもちろんその学校なりにこうした方がいいよねとかってあると思うので、そこは各自設定をしてください。で、もうすでにテンプレートを持っている人はテンプレートを登録するところに飛んで、そこから見ると手っ取り早いと思います。ではまずは最初作るところから始めていきましょう。まず9つの点、右上のアプリランチャーですね、 Google アプリのところからドライブ、フォームから行ってもいいんですけど、まず最初フォルダ指定した方がいいの で今回僕の場合はあくまで YouTube、 そしてここにフォルダを作るんですが、各自学校の何かフォルダがあればそちらに入れることをお勧めします。Google Forms とかって打って、ちょっとその設定は各自お任せします。で、そのフォルダ先にまで行ったら、こちらのプラス新規で Google フォームで、この矢印のところ空白のフォームとテンプレートからってあるんですが、今回最初から作るので空白のフォームからで OK です。それではフォームスに来ました。で、まず最初はタイトルですね。で、ここはもう、手紙配信テンプレートからでいいと思います。で、タイトルここに打ったら、ここの無題のフォームのところもクリックしましょう。そうすると自動的に反映されます。で、次に、必要な事項質問を入力していきましょう。学年で、ラジオボタンでいいと思います。1年、ラジオボタンじゃないかな、6年と打って、で必ずこう必須はチェックを入れましょう。必須で、一応ラジオボタンじゃなくてプルダウンの方が見やすいですね、きっと。プルダウンにしておきましょう。で、次に、クラス1組で、あと残りはいらない部分はデリートで消していけば OK です。コピーを作成したので、必須にはすでにチェックがついています。で、プルダウンになっています。で、次番号ですね。番号で、番号は基本的に基本的には全部そうだと思うんですけど、半角でいきましょう。多分これで大丈夫のはずです。大丈夫ですね。必ず確認もしましょう。はい、 OK です。番号 OK です。で、番号がないと各学級ごとに並び替えをするときとかに結構難しいので必ず入れておきましょう。で、次はで、新しい質問を入れたかったらここでもいけます。質問を追加、その際には必ず必須忘れないようにしてください。で、質問は児童氏名、
で自動的におそらくなんかこう書いた内容によってここ自動的に変わるので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、記述的の短文短い方ですね。段落だとなんかこう長く文章書いてもらいたい時です。で記述式にして OK で、あと必要なのであれば保護者氏名、これはお任せです。あとは確認事項として、これで上記に書いた項目正しいですよというのを証明するためのボタンで、もう一個質問追加して、上記の項目が正しいことを確認しました。でここを、チェックボックスにします。チェックボックスにして、あすいません違う、こっちは確認ですね。ここちょっと切り取って選択肢にこれを入れて確認と入れておいて、でこうすると何がいいのかっていうと、本当に上に書いてあること正しいですねっていうのを入れるためのことです。まあこれは基本的に入れといた方がいいと思います。でこれで基本的なもの OK です。質問といえばで、もちろんそれ以外に必要なものあったら各自入れてみてください。で入れ終わったら次に設定です。こちらの歯車マークですね、歯車マークの設定です。基本的に歯車マークは設定と思っておいてください。で基本的にメール、学校の Google Workspace の方を使っているんだったらメールアドレス収集して回答のコピーを送信で常に表示にしておいてください。でそうしないと、多分なんですけど保護者は心配になると思います。あれ自分これちゃんと本当に送れたのかなっていうのを確認するためにも、Gmail の方に届くようにするために必ずここ常に表示にしておくと良いです。でログインが必要に関しては、本当は学校のやつだったら、学校のアカウントだったらその自分の組織だけに限定するっていうのがあるんですけど、まあ、そこも入れておく方が安全かと思います。でここはそのままでいいかなとは思います。まあその時々です、ここら辺は。であとプレゼンテーションのところにここに、回答を記録しました。でいつもありがとうございます。でここに送信された内容はされます。まあこれその時々違うと思うんで、まあここ入れなくてもいいかもしれませんが、入れておく方が確かかなとは思います。記載内容をと入れておけば、これ送信後のメッセージに出てきますので、これおすすめです。とりあえずこれぐらいです。でテストに関しては今回テストじゃないのでいいです。ということで保存 OK です。でこれで大体の手続きは終わりました。であとここのフォームの説明に関してはまあいらないかなと思います。その時々必要な、説明があれば入れればいいので、テンプレとしてはいらないと思います。であともう一個ちょっとこの僕の勝手な印象なんですけど、この紫色のシンプルなやつだと誰でも作れるような色合いで、まあ、なんか普通だなっていうのは思っちゃうんで、僕はいつも変えます。でこのテーマをカスタマイズ でヘッダーを設定することができるんですが、まあ、これせっかくだったら学校用のヘッダーに設定したらいいと思います。一緒にもうヘッダーもサクッと作っちゃうんですが、基本的にもできているものもあるんです。こうやってテーマあるんですけど、まあ、ここでアップロードの方にすれば自分で作ったものを元に、ヘッダーを設定することができます。でもサクッと作っていきましょう。では、Google スライドを開けていきます。新しい Google スライドを開いてください。では Google スライドで、Google Forms のヘッダーに使う部分を作っていきます。こちらもコピーできるようにしておきますので、使ってほしいんですが、ただ、知っておいた方が便利かと思うので、サイズ感を変更するときにはこちらのページ設定で、こちらのカスタムにします。でここを、ピクセルに変えて、1200×300 です。これでできますので、このまま適用、そうすると横長になります。でここに、基本的に、自分の学校の名前入れて、もう本当適当ですよ。でここはいらないから、もう本当こんなんでいいです。でここの左側に自分の学校のロゴってあると思うんで、そちらを入れればいいと思います。僕の場合は、自分の顔の、写真を入れます。よいしょ、できました。まあちょっとでもなんか変えたかったら、ここを例えば、ここがアライアルじゃなくて、小杉丸が好きなんで小杉丸でいきます。でこんなんでいいと思います。でもし枠をつけたかったら、周りに枠をつけるときはちょっと周りこうやって囲って、よいしょ、で今この上にかぶさっちゃってますので、まずこれを背景に設定したいので、コントロールシフトをしながら下矢印、そうすると一番下に行きます。もしくは、2本指タップ、もしくは右クリックで順序再配面、要するに僕が今やったのはこれです。コントロールとシフトと下で、背景の色は真っ白にして、で
線を、まあ、僕緑好きなんで黄緑で太線にして、あとは点点点とかって感じですか。まあ、こんな風にしてみましょうか。ちょっと適当ですが、はい。まあ、こんな風にしたとして、でできたらもうこれ無題のプレゼンテーションのままでいいので、ファイルでこの下、あ、この中にある、JPEG として保存します。ダウンロード JPEG で、そうすると Google Chrome 使ってる場合、下にここ今見えてるか分かんないですけど、ここに一番下のところに保存したものが出てきますので、これを Google Forms に戻って設定します。では Google Forms に戻りましょう。それでは Google Forms のヘッダーを設定しましょう。ヘッダーを設定するときはこちらの、パレットマークテーマをカスタマイズを押してください。そしてこちらの画像を選択です。で、こちらのアップロードに変えて、でもうすでに保存されたものは Google Chrome を使用している場合には、左下の方にダウンロードしたものが出てくると思うんですが、そこから僕はドラッグ&ドロップでいきます。出てこない人は参照からそのデータを選んでください。よいしょ。でそうすると、ここなんかいつも綺麗に出ないんですけど、このまま無視して完了をします。そうすると自動的に設定されます。あ、いい感じですね。はい、こんな感じです。であとこっちの右の方のテーマの色っていうのは自動的に出てきますので、まあ自分の好きなものを選んでください。この淡い黄緑でいきますということで、まあこんな感じです。あ、ちょっとなんか左の方が太くなっちゃいましたね。多分僕のやったやつが悪いです。はい、皆さん気をつけてください。ということで、基本的なテンプレの元データが完成しました。それでは次はこれを、テンプレートの方に指定していきます。指定するときにはまずはフォームのホームに戻りましょう。フォームのホームじゃ言いづらいですね。フォームのホームは左上のこちらですね。こちらを押せばホームページに行けます。で、ホームに行ったら、こちらですね、テンプレートギャラリーを押してください。テンプレートギャラリーです。でそれを押すと、あ、ということでどうやらこれフリーアカウントじゃできなかったので、学校用に一度は切り替えたいと思います。はい、それでは、学校用のアカウントに切り替えました。で、ここをフォームのページに来たら、先ほどと同じようにテンプレートギャラリーに行きます。で テンプレートギャラリーに行くと、ここにおそらく自分の学校の組織名が出てくると思います。でここでテンプレートを送信です。でテンプレートを送信をしてフォームを選択で、そうすると、最近使用したアイテムからいくと一番早いと思います。最近使用したアイテムから、こちら、先ほど開いたからすでに出てくるようになっています。でこれをクリックして開く。で、元のファイルではなくコピーを送信するってあるんですが、もう元のファイルでいいと思います。っていうのもテンプレートはテンプレートとして作ってるので、これをなんかこういろいろまたコピー増やすと面倒なんで、とりあえず僕は設定はしていません。でカテゴリーに関してはまあそれぞれだと思うんですが、一応手紙に入れておくといいと思います。で送信をします。でそうするともうここでテンプレートを追加しましたということで、手紙配信テンプレが出てきます。これで完成です。で名前を変えたりとか、あとちょっと中身変えたかったら編集とか、あとまあギャラリーから削除とかすれば、このテンプレート内からは消えます。これで完成です。では今後使うときどうやるのかっていうと、Forms のホームページです。に来たら、以前使っていればおそらくここら辺に出てくると思うんですが、使っていないときはここのテンプレートギャラリーを押せば、もうその自分が登録したものが出てくるので、ここをクリックするだけで自動的に作成されます。はい。で、あとはもう、ここのタイトル変えて、ここも変えて、必要なところを修正すれば OK ですので、それでやってみてください。はい、ということで、Forms のテンプレート作成、また、登録まで終了になります。お疲れ様でした。はい、ということで、Google Forms のテンプレート作成終了です。でもこれはもう完全になんですけど、時短のためです。時間を生み出して、他の大事な何かに時間を使う。そのためにも Google Forms のテンプレート、もちろん最初はまずは作る必要があるんですが、それ以降はもうそれを使って微調整するだけ。ということで、そうすることでより時間が生まれるかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。特にこれパソコンでできるのに人の手でやるのなんていうのがあった時には、いやーこれもっと簡単にできるでしょうって思うことがよくあります。で多分皆さんもそういうことあると思うんですけど、まあ、できるところから少しずつ変えていって、先生たちの時間を生み出していったらいいかなとも思います。で、Google Forms で情報収集をした後に、じゃあそれを先生たちにどうやって見やすくしていくかっていうのはまた別の動画にてお伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひ、
チャンネル登録して待っていてください。で今回はこれ Google フォームズでやったんですけど、もちろんスライド、スプレッドシート、ドキュメントなどの他の Google アプリでも同じようなことができますので、ぜひやってみてください。同じような手続きでテンプレートギャラリーからできますので、ぜひ使ってみてください。でもし何かコメントとか質問とかありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。質問に関しては答えられる範囲でお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれにて終了になります。もしよかったら、チャンネル登録といいねボタン、そしてベルも鳴らしておいておくと、通知が届いて便利かと思いますので使ってみてください。それではまた次回もお会いしましょう。またねー。